私は32歳の中村恵子。結婚して6年目になる夫の拓也とごく平凡な日々を過ごしていた。夫は結婚当初は私の作った料理を何でも文句を言わず食べてくれていた。そしていつも、ありがとう。恵子のおかげで僕は毎日幸せだよ。と言って感謝をしてくれた。しかしそれも数年が経つと、このおかず、味が薄くないか？そんなこと言うなら、あなたがやってよね。お前は専業主婦なんだから、しっかりやれよ。ちょっと、今専業主婦って言ったよね。そういう決めつけるのって、おかしくない？そんなこと言うんだったら、お母さんに言うから。わかったよ。じゃあ仕事行ってくる。はぁ、弁当は、届けるからね。いってらっしゃい。結婚して年月が経過するとともに、すっかりレスになってしまった私たち。私がちょっと家事をサボると、夫の愚痴が始まる。今日の朝ごはんみたいに。でも、なんだかんだ言っても、夫は私には弱い。普段から私を放置しているんだから、許してくれなきゃね。そんなある日曜日、私は友人と久しぶりに会う約束をしていた。友達と会うのはいいけど、ちゃんとすることして夕飯時間までには帰ってきてよ。わかった。その夜私が買い物から帰宅すると、夫は不満げな顔をして待っていた。あれだけやっておけと言ったのに、なんだよ、洗濯物も放置で掃除もしないのか。ごめん、友達とつい盛り上がっちゃって。自分の遊びの前にちゃんとやることやっていけよって言っただろ。何よ、私だって狭い家で頑張ってやっているのよ。たまに気晴らしするぐらいいいじゃん。あなたが帰宅しても疲れたと言って私と会話すらしてくれないんだから、少しの気分転換だよ。私は夫の言葉につい腹が立って、感情のまま家を飛び出してしまった。感情が収まらず、その日は実家に泊まった。翌日、夫が帰宅するまで、一応家事や掃除をしておいた。こんなことしても、絶対に許さないからね。あれ以来腹が立って、私はますます家事をしなくなった。その度に、夫と喧嘩をした。夫に日頃の鬱憤を晴らした。そんなある日の朝、俺は朝から晩まで働いて、お前のご飯や放置してやらない家事を手伝っているのに、お前は親父に家事やっているアピールしないで本当にやってくれよ。もういい、離婚してやる。なんでそうなるんだよ、お母さんたちが悲しむよ。そんな喧嘩の日々が続いて、夫も私も限界だった。ある日、夫はついにスーツケースを持って出て行った。夫は家を出て行ったようだ。翌日の夜、まだ帰ってこないつもりなの？今日は何の日か忘れたの？私の誕生日だよ。そんなの関係ない。そっか、残念ね。毎年私の誕生日をお祝いしてくれたのに。じゃあ最後の浮気旅行楽しんできてよ。え？浮気ってどういうことだよ。どういうこと？とぼけるの？私が知らないとでも思っているの？あなたが今どこで誰といるのか全部知っているのよ。あなたが都合よく何日も家にいなくてよかったわ。おかげで最終的な準備がいろいろできたし、あなたと私の今後のこと、浮気相手のこと、もちろん義両親にも全部話し済みだからね。準備って両親は関係ないだろ。それが関係ありすぎなの。不倫相手がお父さんの会社の人間なのよ。まあ、最後の不倫旅行楽しんできなさい。その数日後、お帰り。不倫旅行どうだった？ごめんな。俺のせいでそんな妄想することになるなんてさ。俺が家を出たばかりに一人で妄想にふけっていたんだろ。しっかりしろよ。俺は浮気なんてしていない。はあ？
何言ってんの？浮気でしょ？私はちゃんと探偵に頼んで証拠も揃っているの。これでもまだ違うって言える？と言いながら、私は夫の前で浮気の証拠写真を見せた。なんだよこれ。隠し撮りかよ。新婚旅行で私と行ったアメリカに浮気女と言ったくせに、違うと言うならパスポートを見せなよ。こんなの嘘だ。探偵が嘘の写真を偽造してお前に渡して金を巻き上げているんだろ。あんた、私のお父さんを馬鹿にするの？妻の両親の職業も忘れたの？恥を忍んで父さんにあなたの不貞の証拠を集めるのに協力をしてもらったのよ。義理の親が夫の情報を提供するはずがないだろ。付き合ってた頃から父さんも母さんも俺のことを信頼していたのに。母さんなんかたまにランチとか家族で温泉とか行くほどの仲だったのに、そんな二人が俺のことを陥れようとするはずなんかないだろ。結婚してから数年しか経ってないのにおかしいと思ったのよ。帰宅しても会話もないのに、会社では女性とヘラヘラ話してるし、たまに弁当を残してくるし、確認するためにお弁当を会社まで持って行ってたのよ。ああ、ごめん。魔が差したというか、お前と仲も悪くなったから寂しいというか。もう二度目なんかないわ。あなたとは離婚よ。嘘だろ。お前がいなくなったら俺はどう生活していけばいいんだ。親父もお袋だってお前を可愛がっていたんだぞ。その親父らも裏切るのかよ。本当にお父さんお母さんには良くしてもらったと思っている。でももうあなたとの未来が見えないの。夫婦の信頼関係がなくなったなら終わりなの。じゃあね。おい、待てよ。話し合いぐらいさせてくれ。夫と浮気相手の女との出会いは、まだ私と夫が新婚時代の時からだった。あ、お疲れ様です。奥様の手作り弁当ですか？いい奥さんですよね。夫は浮気女がタイプだったらしく、これをきっかけに浮気女と付き合いを深めていったらしい。今日、私もお弁当作ってきたんですよ。よかったらどうぞ。え、わあ、ありがとう。あの、私のこと、どう思います？どうって、可愛い女性だよ。それって、女として見てるって意味ですか？え、まあ、悪い冗談だな。以降、私の知らない間で二人の愛が進行していたのです。外回り終わったら迎えに行くからね。オッケー。そのラブラブ時間に夫は浮気女と旅行の話題になり、私との喧嘩をきっかけにしていいことに旅行へ行っていたのです。探偵に調査を依頼した結果がこれでした。夫が出て行った翌日、私は義父に相談をし、義父の会社へ夫と夫の両親、浮気女の夫を呼んだ。お前、妻がいながら何をしているんだ。とんだ恥だぞ。本当にごめんなさい。しかもよりによってこんな女と。この女は会社と取引会社の社員ともトラブルを起こしているんだぞ。なあ、そうだよな。はい。お前っていう女はそんなに手を出している男がいたっていうのか。ほんとクズだな。今後は弁護士を通して慰謝料請求するからな。俺も旦那さんに慰謝料請求します。うちも離婚しますので、どうぞお好きなように請求してください。私も夫にそれなりに支払ってもらいますんで。君はこの場で解雇だ。こちらの会社の信用も、片落ちだよ。後日弁護士から連絡が行くので、覚悟しておいてくれ。恵子さん、バカな息子のせいで、
本当にすまない。お父さん、そんな謝らないでください。悪いのは夫なんですから。息子と離婚しても、元の娘として今後も連絡をしてもいいかい？はい、お父さんがそれで満足されるなら、私も嬉しいです。お前は絶縁だ。反省しろ。二度と家には戻ってくるな。それから、夫と浮気女は離婚が成立し、慰謝料の支払いのために、昼間はスーパー、夜はコンビニで働く羽目になった。しかし、慰謝料の請求額が多かったため、夫は他に派遣社員として掛け持ちで働いているらしい。失ったものは二度と元には戻らないことを肝に銘じて生きてほしい。